ッチ生放送でお届けしております、はい、さあ金曜日こちらのコーナーいきますよ。ミニシアターイン映画マニア。元気、どうも元気。はい、ということでご案内は桜坂劇場より下地久美子さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ下地さん、はい、もうね梅雨が明けて何したいですかっていうメッセージ募ってますけども、はい、何したいですか。クーラーをガンガンに効かせた部屋で、はい、ビールが飲みたいです。あら、あーめっちゃいい。お供します。お願いします。ぜひ。こういうことを言いたい。取り繕ってやっぱ、ね、ビーチパーティーとか行っちゃったけど取り繕ってた。言ってた。本当はこういうこと言いたい。いいよ。それぞれのね分けて丸々したい。見習います。ありますけれども、はい、はい、さあ今日も素敵な映画のご紹介、はい、久美子さんお願いします。はい、本日は2本の作品をご紹介します。はい、まずは、明日6月29日公開のジョン・レノン失われた週末、こちらは音楽ドキュメンタリーです。はいはい、そして、7月6日来週土曜日公開の日本映画アンのこと、こちらの2本です、うん、はい、はい、ではご紹介お願いします。はい、じゃあまずは、明日公開ジョン・レノン失われた週末、うん、こちらはですね、ビートルズファン、ジョン・レノンファンならおなじみの、ジョンとヨーコが別居していた1年半の間のことをこうビートルズファンとかは失われた週末っていうふうに、はい、呼んでたんですけれども、その失われた週末と呼ばれている1年半の間に何があったのかっていう真実を描き出すドキュメンタリー映画でございます。まあ、この、まあ、発端はヨーコがジョンに、はい、彼女たちのケアをしてた、はい、アシスタントとかマネージメントをしていたメイパンさんっていうアジア、はい、中国系アメリカ人のこちらの女性をに、あなたちょっとボーイフレンドいないならジョンと付き合ってって言ったことからはいはい、なんででしょうね、はいはい、なんかいろんな思惑が、ヨーコさんの中にはいろんな思惑があったみたいなんですけど、はい、まあ、そうやって2人をわざとヨーコがくっつけて一緒に住みなさいって言って住ませて、で、まあ、ヨーコさんの思惑で半年ぐらいでその関係は終わるだろうと読んでたんですが、はいはいはい、意外とこの2人が深く愛し合ってしまって、なんかメイパンもすごくジョンを支えまして、はい、ジョンがその間にこういっぱいアルバムを出したり、はいはい、興行的に成功したり、いろんなアーティストとコラボしたり、もうとにかくなんか1年半の間になんか何があったかっていう、へー、はい、興味深いですね。はい、メイパーさんご本人のお話も伺います。そっか、はい、失われたとは何なのか。ジョン・レノンさんとヨーコさん夫妻だからできることなんでしょうね、はい、それもなんかちょっと映画の中 ちょっとでもどうでしょう。まだ理解ができませんけれども映画をご覧ください。はい、じゃあ続いてお願いします。はい、続いては来週土曜日公開アンのことという作品です、はいはい、主人公の女の子がアンちゃんという女の子なんですけれども、この子が結構複雑な生い立ちで、お母さんに虐待されて、あ、そう、実話なんですよこれが。でお母さんにちょっと虐待されていて、その流れでこう売春を強要されて、でもうその流れでまたちょっと覚醒剤とかにも手を出してしまってっていう中で、こう何です、構成施設とかに入りながら、こう新しくこういうなんか雑誌記者とか優しい刑事さんとかに出会って、少しずつ人生が好転していこうとするんですけれども、そこにコロナ禍が訪れて、そんな中でこういう身の上の少女がどういう生活を行って、生活どういう人生を送っていくのかっていうところを描いた割とヘビーな、はい、作品なんですが、こう決して人事じゃなくって、まあ、いつなんかこう地下日本のなんか全体の縮図がこの映画の中にあるのかなっていうような作品でございます。もう今の話ですよね、2020年ですから。そうなんですよ、はい、2020年に実際にあった事件が元になっています、はい、不適切にも程があるの。あ、そうなんですよ、はい、主人公 の、ね、はい、川井由美さんが主人公です。はい、はい、注目でございます、はいはい、ということで、はい、本日は6月29日明日公開のジョン・レノン失われた週末、はい、そして7月6日公開アンのこと2作品ご紹介いただきました、はい、下地さん次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。